議員辞職に伴う県議会議員の那覇市南部離島選挙区の補欠選挙は、オール沖縄勢力が支援する前の那覇市議の上原海座さんが44,302票を獲得し、時点に6,308票の差をつけ初当選を果たしました。玉城知事の支える与党として、県民の皆様が玉城知事の政策をしっかり進めてほしいという意味合いでの、当選だったのかなと思っております。無事にこのような形で、当選をさせていただいて、心から皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございます。上原さんは普天間基地の辺野古への移設反対を掲げ、玉城知事とのセット戦術で超短期決戦を制しました。与党と野党中立勢力で議席が拮抗していた県議会ですが、玉城知事を支える与党が過半数を維持する結果となりました。はい、この結果をどう受け止めますか。いや、もう嬉しいですね。やはりその与党が多数を維持できるということは、私のこれからやりたいことに対するその県議会の中での、しっかりとした力でサポートできるということですから嬉しいですし、上原海座さんは3期9年那覇市議会を経験してますから、はいはい、即戦力なんですよ、うん、そういう意味でも非常にもう期待の大型新人ですね、うん、また県議会ともね一緒になってこれからの県政運営期待しております、はい。ここまで昨日行われました沖縄県知事選挙で再選を果たしました玉城さんにお話を伺いました。玉城さん、今日はどうもありがとうございました。二瓶デイビさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。